50年代60年代、70年代でそれぞれまあちょっと時代にざっくり特徴があるんですよマジで世界滅んでたかもしれないよねっていうここを取り囲む壁を一晩で作ります <music> はいどうもこんにちはコミライチャンネルし介です今日は冷戦その2ということでね中盤をやっていきたいなというふうに思います前回がまあ初期だったわけですね冷戦の 冷戦の初期だからススタターートトですよスタート1947年からまあ50年ぐらいの話を前回はしたわけですね。で今回はまあちょっと中盤ですね中期中期これいつぐらいの話なのかっていうとだからこの50年より後なので50年代で60年代70年代それぞれの話をしていこうかなと。 で、次回の授業で、まあ本当だか終盤の話をね、していこうかなと思ってるんですけど、このね、この50年代、60年代、70年代で、それぞれまあちょっと時代にざっくり特徴があるんですよ。これまあ、まあここがね、スタートって感じじゃなかった。スタートって感じだったじゃないですか。まあいよいよ、喧嘩勃発って感じですよね。もう、朝鮮戦争もあったし、割とガチ目にやばいことになってきたと。で、50年代これ何が起こると、緊張緩和が起こるんですよ。緊張緩和。だからこの、 上の状態では緊張してるわけだよねこれははまずいいいぞとババチバチでですすみたななな状態なわけじゃないですかここれれ緊張感どういうことかっていうとこれさすがにまずくないっすかみたいななんかまずいっすよねみたいな感じになってくるわけ言ったらさ喧嘩したくてしてるわけじゃまあないわけなんだよね別にだからやめようよみたいな流れにちょっとなるのよこれを後押ししたのが、まあ、核だったりするんだけどねあとで出てくるけどこの原爆よりもさらに強力な水爆ってやつが出てくるわけ 水爆これすごいよこれもとてつもない威力もう原爆の何百倍も果てしない威力がありますでこの水爆がお互いできたことによってあれこれなんか喧嘩したらマジやばいんじゃないみたいな空気になってきてちょっとまあ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 ちょっと仲良くしましょうかみたいなノリになってくるまあこの50年代はちょっとまあ緊張緩和の雰囲気は漂うんだけどいややっぱりそう甘くはないみたいな感じでこの終盤ぐらいからちょっと雲気が怪しくなってきて1962年キューバ危機っていうね とんでもないピンチが訪れますこれも冷戦の中で一番の山場一番やばいシーンこれは1962年に訪れますこの話ももちろん後にするんですけれどもでこれがあった後というかねで60年代はどういう時代かって言われるとこれね多極化の時代なんですね多極化これポイントです多極化何かっていうとあのそれまではアメリカとソ連っていうまあなんかでかいとこ2つで うおーって戦ってて戦る感じだからアメリカチームなんかソ連チーム以上みたいな感じだったんですけどこれがねなんかそうでもなくなってくるんですね例えばアメリカ以外にもちょっとなんか日本が経済的に強くなってきたぞとかねなんかフランスが核を持ち始めたぞとかちょっとなんか相対的にアメリカの地位が下がってきたりするんですよ他にもなんかこのアメリカとかソ連とかそっちの方以外でなんか全然関係ないアフリカとか なんかそっっちの方とかが盛り上がってきたりする我々はアメリカにもソ連にも組みしません我々はまた別の世界ですみたいな。これ第三世界っていうんですけど。第三世界かっこいいよね。第三世界みたいな感じになってきたりするんだけど、これだから局が増えたっていうね。そういう表現をしてるわけです。多極化。なこういうことが起こりだしてくる。だんだんなんかアメリカ・ソ連2強の時代じゃなくなってくるっていうことですね。で、それで最終的に70年代、これどういう感じかっていうと、これデタント。 っっていうのがやっぱ特徴的ですねデタントって何かっていうと、まあ、ちょっとこうこれもね緊張緩和的なことなんですよちょっと仲良くしましょうかみたいなそういう感じまあだからここ似てるんだけどねなんかまあうんそうねデタントなんかでもなんか分かんないけどデタントと緊張緩和って同じような意味なんだけどなんかこうデタントっていう時は一般的にこの70年代あたりを指すことが多いこっちの50年代の時はなんか雪解けっていうふうに言ったりするでも厳密に使い分けられてるわけではないはず。 だから、この辺の使い分けは、まあなんか正直曖昧だと思うんだけど、まあなんかそういう感じで、とりあえず、ここは、まあそんなにバチバチではない。まあ、バチバチで50年代ってバンって区切ることはできないんだけど、おおむねね。おむね、まあなんとなく、なんとなく緊張感は。で、ここがやばい。ここが60年代がそこそこやばくて、70年代でまたちょっと、まあまあちょっと仲良くしましょうかみたいな雰囲気になっていくと。今回はここまでお話しします。これポイントね。 だからピンチになったりそうでもなくなったりっていうのを冷戦は繰り返しますちなみにねちなみに次回80年代80年代はまたピンチになりますピンチこれ新冷戦っていうのに入っていくんですけどまた仲悪くなるんですよ一旦デタントでちょっとなんか歩み寄る感じになったのにまためっちゃやばくなる大喧嘩大喧かっていうかなんかすげえもう信じられないぐらいバチバチ一番バチバチになったのがここだったとしたらその次にバチバチになるのがここで まあこれでものすごいグワーってなってその流れのまま冷戦は終結に向かっていくと。これが冷戦全体の流れです。というわけでね、まあ、今回はここまで話していくということになります。じゃあやっていこう。まずここでね1953年。1953年にアメリカとソ連両方の大統領が変わります。アメリカはねもともとトルーマンっていう人だったんだけどこのトルーマンっていう人がこれアイゼンハワーになります。 アイゼンハワーまあそれは覚えなくていいけどね大統領が変わるでこの時ねポイントとしてソ連も大統領が変わるんですよ大統領大統領っていうか一番偉い人第一書記長って言うんだけどではさらにこの時ソ連もトップが変わるソ連それはもともとスターリンっていう人だったんだけどこのスターリンからフルシチョフになりますまあ全体的にスターリンが割とねこの武闘派じゃないけどう,うっていう感じのう,うっていう人だったから、まあなんかこれね変わ,変わったわけじゃんお互いお互いトップが変わるとまあなんかちょっとね 変わるわるけよ方向性ではこれもう一つね関係改善を模索する要因になったものがあってそれは核の在り方が変わったことなんだよねもともとんかね原爆を使ってたじゃん原爆でもねアメリカソ連それぞれ1952年と1953年にこれ水爆ってのをね作れるようになるんですよまあこれ水爆、まあ、これ水素爆弾の略なんですけどこれ水爆ができて 何がそんなやばいのかっていうとこれとにかく威力が桁違いなんですね原爆のほんもう全く比較にならないぐらいの威力のものができちゃったんですよこの水爆っていうのはなんかまあ本当に広島型原爆あるじゃないですか広島型の原爆あのバーって落とされたやつでそれと世界初の水素爆弾を比べるとこれ700倍の威力の違いがあります700倍だよあの広島に落とされたあれ広島に落とされたあのとんでもない威力のあれ あれの700倍の倍威力のやつがいききなりできちゃったその後もちろん改良を重ねてもっともっとやばいやつできていきますけど初の水爆でもそんぐらいの威力があるこれはもう質がまずやばいことあったわけだねでさらに言うともっとね違う方向でも威力が変わっていってミサイルの技術っていうのが発達していったんだねミサイルこの頃になるとさ原爆ってさあれだったじゃんあの広島に落としたやつってなんか航空機みたいなやつから ワーイって落としてバコーみたいななんかそういう感じになるやつだったじゃんでもこれってこれをさワーイっつって撃ち落とされたらやばいよねだからそれじゃなくてミサイルでやろうっていうふうに考えた人がいるわけこうミサイルがあってこの頭んとこに核を乗せるわけでちょっと小型化するのちょっと小型化してここに核を乗せるこれ核弾頭っていうわけね これ核弾,頭でこの核弾頭をここのミサイルの先頭に乗せるでわーいって言ってこれミサイルごと発射してこの核弾頭をそのままバコーンって落とせばさこんなの防ぎようないじゃん防ぎようないしもう射程がやばいことになるこのミサイルの性能によってとんでもないことになるわけだから本当にどんどん核が進化してってるっていう様子なんで,で、まあ、特に1957年1957年にソ連が人工衛星を打ち上げるんだけど初の でその打ち上げに使われたのが世界初の大陸間弾道ミサイルだったわけ大陸間弾道ミサイルだからもう大陸と大陸の間をうわーって飛んでいけるぐらいの飛距離のミサイルってことだねもうとてつもないやつが生まれたとそうしたらこれはもうソ連本国からアメリカを攻撃できるかもしれないみたいな感じになるわけこれにアメリカは大ショックを受けるわけですまずいぞとこれはまずいみたいなこのままではまずいぞっていうことになってアメリカをバンバンね なんか技術力を邁進していくことになるわけなんだよ。まあ、この他にもいろんな進化を遂げていくわけよ。で量も増えていくのね。量も増えていく。大量生産して、軍事費のコストを抑えようとしたんだよ、アメリカは。だからそれで核の量も増えていく。だから質量ともに、もうなんか全然今までとはレベル違うことになっていくわけ、核っていうのが。だからお互いにこれはまずいと。だから本当にあの核戦争が起きたら、両者壊滅状態になるよねっていうなんか合意というか、なんかそういう認識がお互い取れていったわけ。 でだったらまあちょっとやめましょうかこのままだとねまあまあちょっと世界滅亡しちゃうんでみたいなそういう流れにちょっとなっていくわけよだからちょっと会計関係改善しましょうかみたいなそういうノリにちょっとなっていくってことだね